鏡隠しに目をつぶった時、俺は人間としての価値を失っていたのだ。一人一人の弱い人間の大きな集まりが侍を支えているということを忘れていたのだ。俺はサバイに戻らねばならん。サバイ戻られた、お命がありません。覚悟の上だ。 さすがゴカロだよ。何かこうでっけえ仕事をやらせておくんないよ。苦しいサバイ藩の財政を預かる過労職として俺はどうしてもあの御用金が欲しい。少年氏を殺さねば600という家臣を抱えているサバイ藩という大の虫を生かすことはできる。 この私がイカサマ財でも使ったってのかい。すまねえ。早く逃げろ。ギャロッカー。おめえにも面白い見せ物見せてやっからな。殺せるもんなら殺してみやがれ。たたたたたたい。返答しでしょ、おめえさん。この俺をバッサリ。